バノッツァカタネーバノッツァカタネーとも、1442年7月13日から1518年11月24日は、ルネサンス時代の教皇領の女性。バノッツァは愛称で、本名は、ジョバンナと一般に言われているが、ジョバン・ノッツァと記述された文献も残っている。教皇アレクサンデル6世の愛人で、チェーザレ、フアン、ルクレツヤ、ホフレの母である。金髪で、 骨太の美女だったという。彼女の出自や幼少期に関してはほとんど知られていない。マントバで誕生し、後にローマへ移って、著名な宿屋を経営していたという。1460年のマントバでの教会会議において、当時数奇鏡であったロドリーゴ・ボルジャと出会う。二人は恋仲になったが、ロドリーゴが聖職者である立場上、正式な結婚はできなかった。その後、 1474年に、ロドリーゴの指示により、バノッツアーは、教会管理のドメニコ・タレニアーノと名目上の結婚を、した。当然、バノッツアとロドリーゴの関係は依然として続いており、1475年には、チェーザレを、1476年にはフアンを、1480年には、ルクレツヤを、1482年には、ホフレをそれぞれ生んでいる。また、 1480年にはシクストゥス4世の秘書かつ資産家であったジョルジョ・クローチェと再婚している。ホフレ誕生前後からロドリーゴとは疎遠になったようで、その後は夫との間に娘のオッタビアを産んだらしいが幼くして亡くなったという。1486年にジョルジョが亡くなると彼女はその遺産を受け継ぎ、同年フランチェスコ・ゴンザーが数奇教の自従であった。 カルロ・カナーレと再婚する。1497年6月14日に、バノッツァが、内輪の縁を開き、チェーザーレとフアン、ホフレ夫フ妻が訪れたが、その直後にフアンは、死体となってテベレ川に浮かんでいるのが発見された。チェーザーレの死後は、ローマで、事前事業を行ったという。彼女は、自分の息子全員に先立たれた後に死去し、フアンの眠る墓所へ埋葬された。 アレクサンデル6世が一番可愛がっていた子は、不安で、バノッツァが一番可愛がっていた子は、チェーザレだったという説がある。ありがとうございます。